第4話いかがでしたでしょうか。4話の担当は僕です。はい、キーワード、はい、ドアの向こうって言ったんですけど、はい、本当に、はい、ついに四季の部屋に入る回ですね。はい、その中で何があったのかっていう、はい、どういう人物だったのかっていう、もう今回アニメ化するにあたって、はい、一番気をつけたのはやっぱり、はい、その一番解くべきは殺人事件じゃなくて、はい、真方四季という人間だという、はいはい、ことがその4話から始まるっていう回だと思います。はい、まあ、新たな始まりというか、はい、そうですよね。一番難しい問題として真方四季という人間があるということが分かっていて、僕たちも難しい海に放り出されたじゃないですか。はい、放り出されましたね。なんか数式とか、はいはい、もう意味不明なことだらけですよね。はい、F ってなんだっていうことについて、もうホワイトボードにね、いろいろ書いて説明してもらったり、素数って何みたいな。私たち全員文系ですからね。こんな格好してますけど、そこ結構大変でしたよね。大変でしたよ、もう。はい、いや、あれはな、苦労というかなんというか、う、ね、理解するまでが今回の特徴ですからね。その作品の特徴ですから、はい、大野さん一番最初投げてました。いや、もう本当に眠気がひどかった。眠気が数字見てると眠くなる。高校で0点取ったことあるんですよ。自慢なかなか取れないですよ、0点。いや、0点はないな。はい、そうなんですよ。はい、大変でしたね、そういう意味でね。はい、ここでまた直面するとは。森先生って名古屋出身で、僕も名古屋なんですよ。はい、はい、名古屋大学出てるんですよ。はい、名古屋で名古屋大学出てる人はもう英雄なんですよ。はい、だからその意味でもうすごいコンプレックスですよ。まさかそんな素数もわからない、はい、自分が。しかもそれもできて、はい、作家もやってるみたいな、はいはいはい、完璧な人間じゃないですか。そうですね、はい、4話ですね、はい、4話ね、はい、じゃあそろそろ、あ、はい、どうぞ、はい、第5話の次回5話キーワード浜宮さんですね、はい、はい、じゃあ、束縛です。まあいろいろ、まあ、ちょっと束縛とかエロいキーワード出ましたけどね。ちょっとそれ違いますよね。違います、はい、なんかもう自由とは何かみたいな。自由とは何か、はい、そういう話が出てくる。でも絶対ありますね、今回の作品、はい、自由とは何かって、はい、意外とみんな自由に生きてるようで、はい、一人で生きてるからって自由じゃなくて、はい、本当自由ってなんだろうって、はい、そういうことはありますよね、はい、束縛されるの好きですか。僕はあんまり嫌いじゃないですよ。あ、嫌いじゃない。全然嫌いじゃないですよ。あ、そうなんですね。みんなすごい嫌うじゃないですか。はいはいはい、1個手綱があった方が良くないですか。手綱をつけないと危険な暴れ馬が自由になっちゃったら、なんか分かんないですよ、基準が、はい、どこにどうしたらいいのか。そういう話じゃないですね。そういう話じゃないと思う。特に答えないですね、別に。はい、特に答え。答えは物語に、来週の中に、はい、語っていただく、登場人物に語っていただこうかな、はい、ということで。僕の間違いでした。はい、じゃあ次回、銀色の希望、楽しみに。